この世の全ては夢である。由意識論の解くところが正しければ、この世で起こる全ての出来事は、実際には存在していないことになります。人間の心が、勝手に、自分の周りに物事が存在している、と思い込んでいるというのです。要するに、人生とは、夢のようなものであると考えればよいのです。最近の言葉で言うと、 仮想現実、バーチャル、リアリティ、バーチュアルリアリティということになり、人生はただの夢であるということになります。このことに関して、中国の古典である宗詩に、次のような有名な文章がありますので、引用してみます。夢に酒を飲む者は、明日段にして濃くなかす。夢に濃灸する者は、段にして他量す。そ、その夢見るに、 あたかたりては、その夢なるを知らざるなり。夢の中に、また、その夢を占う。覚めて、後に、その夢なるを知る。か、かつ大かくありて、しかじる後に、こ、しれ、その大夢なるを知るなり。地も、愚者は、自らも、もって覚めたりとな、なし、節々、全節,節しかとしてこれこれを知れりとし、きみくんとしぼくまきとす。 こなるかがはじめ。旧岡や、女と共あとうに、みんな夢みるなり。我世の女を夢みると、ゆうもまた夢なり。こ、ぜれその原言を、ば、切れ名づけて長期となす。万世のあとにして、ひとたび体制の、その開外を知れるものにあうも、ぜれ、田んぼにこれにあうなり、そうし、ひとし仏論編。夢の中で酒を飲んで楽しんでいたものが、 朝になって悲しい現実に泣き出すことがある反対に夢の中で泣いていたものが朝になるとケロリとして寮に出かけることがある夢と現実はこのように違ったものだところが夢を見ているうちはそれが夢であることが分からず夢の中で夢占いをすることさえあるほどで目が覚めて初めて夢であったことに気がつくありさまである だから真の目覚めがあってこそ初めてこの人生が大きな夢であることがわかるのだ。それなのに世の中の愚か者どもは自分では目が覚めているつもりで小賢しく知ったかぶりをしあれは尊いこれは卑しいなどと差別の地を働かせるものだ。愚かしい限りではないか。こう言っている私も実は。 お前と一緒に夢を見ているのだよいや、お前は夢を見ているのだと言っている私自身も、夢の中で言っているのかもしれない。こういう話のことを長期奇妙極まる話というのだ。この奇妙な話がわかるような大成人に巡り合うことは極めてまれで、たとえ、千年万年の間に一人でも巡り合ったとしたら、それはよほどの幸運だよ。昔者 昭州は夢に古張となる。偶鹿として古張なり。自ら楽しみて志に適する後を。衆たるを知らざるなり。がぜんとしてさ、さとしむれば、即地鹿として衆なり。知らず、州の夢に古張なるか、古張の夢に衆なるか。州と古張とは、即地必ず分有理、塩これぶつかという。 ひとし物論編いつか昌州は夢の中で胡蝶になっていたその時私は危機として胡蝶そのものであったただ楽しいばかりで心ゆくままに飛び回っていたそして自分が昌州であることに気づかなかったところが突然目が覚めてみると紛れもなく昌州そのものであった一体昌州が のの夢を見ていたのか、それとも、胡蝶が、昌州の夢を見ていたのか、私にはわからない。けれども、昌州と胡蝶では、確かに区別があるはずである。それにもかかわらず、その区別がつかないのは、なぜだろう。他でもない、これが、ものの変化というものだからである。この宗師の文章の言わんとすることは、人生とは夢のようなものであり。 真の目覚めがなければ、人生は夢のように儚いものに過ぎない、ということではないでしょうか。我々人間はいつも楽しいことばかりを追い続けていますが、心の底ではこれでいいのだろうかという不安を常に持っています。真の目覚めのない人生は、朝露のごとく儚いものであるという認識を持つことが大切であると思います。